ツヤ感もちょっと出てきますし、はい、こんにちは。札幌占い美容室早もがちの後藤です。今回ですね、トーンを下げたいということなので、7トーンのアッシュにグリーンをかなり 50% ぐらいでですね、トーンを下げていきたいと思います。で、やり方見ていただくと分かると思うんですが、今回もリパレットっていうのを使ってやっていきます。じゃあ早速ちょっとやっていきますね。はい、では今カラーの方が終わりまして、そのあとこれカットなんですけども、ちょっとこの辺が長いのでちょっとカットして、ちょっと癖があるんで、ちょっと癖見ながらカットしようかなと思います。ちょっとここのが長い感じがするので、ここをちょっと切ります。基本的にローテーションでカットしていきます。結構この重さを出す時のすごい簡単な方法なんですけど、僕がよくやる方法は、この毛束がだいたい指2本分ぐらいの毛束を出して、それをこっち側からイングラに持ってきます。こっち側からイングラに持ってきて、毛先がボソボソしてるんで、それをブラッドでカットしていくっていうような感じです。肘を上げて、つむじから放射状にこっちの位置に向かっていって、この毛先の重い軽いところですね、そこをブラントカットしていく感じですね。これすごい単純なんですけど、これをやることで全然カットラインが変わります。ちょっと今外跳ねっぽく肩に当たってなってるんで、ちょっとそこの外跳ねのラインをちょっと少し抑えたいと思うんで、毛先に重さがちょっと必要かなと思います。なので、大体指2本分ですね、2本分のスライスを取っ、スライスというか、毛束を取って、それを上からイングラですね、このイングラにするような感じで、ちょっとカットしていきますね。少し斬新ですが、きれいにつなげて後ろから切っていって、それが正解かっていうと、実際そうでもなかったりとかするので、この微妙なですね、束で取って少しこのつながりがない感じですね、普段はつながりあるスタイル作るんですけど、このちょっとしたつながりがないのが、動かした時ですね、風になびいたりした時に、ブラントのラインがフリルみたいに遊んでくれるんで、僕はそういう感じにしてますね。ツヤ感もちょっと出てきますし、こうやって肘ですね、こういう肘を上げていく感じです。上から毛束を作って、基本イングラですね。逆サイドの時こっち長くなりやすいんで、靴1個分ぐらい前に体を持ってきた方がいいです。また肘もちょっと上げづらいんで、こっちの方は放射状に、しっかり毛束を引っ張れてるかどうかで、これがバックにちょっとオーバーダイレクションさせてしまったりすると、仕上がり変わってしまうので、右と左でちゃんとそのつむじをつむじに向かってちょっとこう、放射状になってるかっていうのを確認しながらカットしていきます。でそれの一番簡単な方法は、ここを切るときにつむじを見ることなんですね。見ながら切ると、ちょうど放射状になるように、引っ張ることができます。はい、で前髪をカットしていくんですけれども、前髪はこちらからなんで、これもですね、結構似てるんですけど、上から、束ごとにですね、カットしていくと、つながりがなくて束感が
演出できます。感じが理想だということなんで、少しあの 8% のセニングで、T2 セニングなんですが、これで少し、間引いていきます。ただもうすでに軽さ出てるんで、あまり間引かない方がいいかなと思うので、最小限に抑えていきたいと思います。今回は厚くしないので、あんまり上の方を取らないようにしてください。で、細かいこのチップを入れることによって、つながりがなく、こう隙間の感じがどん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 できてきてですね、毛の束が独立してくれるんですね。ベースが整ったんで、まあ、ここでまたペンシルシザーですね、先っちょが締まらないペンシルシザーを使って、今毛先重さ出たんで、少し重いなって思うところをちょっと取っていくんですけど、あまり奥まで入れないでください。だいたい毛先5センチぐらいをプラントのフリルみたいな感じになるように、ちょっと動きだけプラス足していきます。毛を動かしながら、どこに、どこが重いのかなとか、その辺をちょっと見ながら入れていきます。まあ、縦にこう入れちゃうと跳ねちゃうので、縦パネで取った方がいいですね。縦で取って、入れた方が、真横に入れないで縦で入れてください。バックセクションがちょっと重いんで、ちょっとその辺が気になるんで、ちょっとそこは取りましょう。サイドって基本的に生えてる密度が少ないんで、バックがちょっと今バランスが悪いかなっていう感じなんで、でこれ中のベース取りすぎると伸ばした時大変になっちゃうんで、中のベースはちょっと残し気味の方がいいです。中のベースってどこかというと、耳の下ですね。このボンのくぼのところのセクションは多少重さがあった方が一番いいかなと思います。どんどんあれなんですけど、カットが終わりなんですけど、この毛束の取り方なんですけど、指をこういう感じにしていただいて、引っ掛ける感じなんですよね、毛束に対して。わかりますかね。ちょっと毛を動かしてみて、指をこうして引っ掛けるんですよ、はい、で引っ掛けた玉を、重さが重かったら、まあ、ちょっともう重いとこないんですけど、取っていくような感じです。で、重さの確認はこのシェーピングで、手で感じていかないものなんですね。で何度もやってるとできるんですけど、手でこう感じて、どの位置が重さが薄くて、どこが先が入ってて、どこが重いのかっていうのが、これでも分かるようになるんですね、触ってると。それを、
感覚をですね、ちょっと養っていただくような感じになります。で、指で引っ掛けて手で確認するですから、指で引っ掛けて手で確認する厚さを、で指で引っ掛けて、で筆状になってればいいと思うんで、毛先もあんまり軽くしすぎない方がいいと思うんで、自然にこう細くなってれば桁は OK だと思います。今はもう取るところはないのかなっていう感じなんで、カットはもうこの辺で終わりかなっていう感じなんで、はい、まあカラーしてカットして、まあ、1時間ちょっとぐらいで、今立ってますが、はい、引っ掛けて重さを確認して、ですね、はい、こんな感じでカット終わりになります。今日も動画見ていただいてありがとうございます。今日も無事撮影の方が終わりました。はい、今日どうでしたかどうでしたかってところありますよねはい、です。またリアルなサロンワークの方をお届けしますので、皆さん葉山課長のチャンネル見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんまたさよなら。バイバイ。はい。